シュフランはフランス海軍の74門戦列艦、テメレール級戦列艦全89隻の一隻として1791年に浸水した。1794年にルドタブルと改名した後、1805年のトラファルガーの海戦において、ネルソン提督の帰還ビクトリーと首都を繰り広げたことで知られている。ルドタブルは海戦翌日の嵐で沈没した。 1805年10月21日の開戦で、リュカ艦長に率いられたルドゥタブルは、機関ビューサントルのすぐ後ろについて戦った。ビューサントルの艦尾を守るために、ルドゥタブルは、ビクトリーと衝突し、横付けして交戦し、最終的には降伏することとなった。リュカ艦長は、自国艦隊の砲撃能力が、機材、 上院の連度のいずれでもイギリス艦隊に劣ることを認識しており、接近戦で優位に立つべくルドゥタブルの上院に対して、異常攻撃の連度を高める訓練を施したほか、艦に排除をされた陸兵に対しても、艦板上の高所から、騎兵銃で敵艦に銃撃を行うよう指示していた。この結果、戦闘時、ルドゥタブルの上院と排除陸兵は消火器や敵弾で、武装を固めており、 ビクトリーとの衝突後直ちにビクトリー艦上へ激しく、銃撃と敵弾投擲を開始し、かなりの損害を与えた。ネルソンに致命傷を与えたのもル・ドゥタブルの狙撃手であった。フランス兵たちはビクトリーへの切り込みを試みたが、新たに戦闘に加わった98門艦テメレアから、砲撃を受けて大損害を出した。午後1時55分になると、 ルドタブル上院643名の内無事なのは99名だけとなり、竜火艦長も重傷を負っていた。74門艦不部はルドタブルの救援を試みたが、テメレールと衝突して阻まれる。もはや打つ手がないことが明らかになった後、ルドタブルは降伏した。なおビクトリーの死傷者は160名、テメレイヤについては120名であった。ルドタブルは、 翌日沈没した。トラファルガーの海戦のフランススペイン艦隊の損害。13番のル・ドゥタブルが周囲の艦に比べて突出している。カロネードは含まれない。トラファルガル海戦物語上巻182から183ページ。ありがとうございます。